いつもにビチャンネルを見ていただいてありがとうございます。渡辺悟です。数回にわたってですね、まあ、写真の構図のことについてお話ししたいと思うんですけども、まあ、今日はその構図の話の中でよく出てくる黄金比率、黄金分割というものについてお話ししてみたいと思います。この黄金比率というのはですね、西暦1200年のイタリアの数学者フィボナッチによって考えられたもので、もともとですね、西洋というのはギリシャ時代から 絶対的なな真理はいいかと考えていたわけです例えば物質を構成する最小単位をある形としてそのある形は何かそれは水であると言ったり火であったりといろんなことが考えられていたんですけどもこの絶対的な真理の中でこのフィボナッチもですね自然ははこのの比率によっってて出来上がいいるのではないかと考えましたその比率をですね黄金比と呼んだわけですけどもそれはこんな数字になります。 さこれがですね、フィボナッチ数列と呼ばれるものです。これは、まず1があって、で、もう一つ1を足すと2になると。で、2とその前の数字の1を足すと3になる。3とその前の数字の2を足すと5になる。これをですね、つなげていくと、1、2、3、5、8、13、21、34と続いていくわけですけども、これをですね、ずっと延々と続けていくと、ある法則が生まれます。それは、 元の数字を前の数字で割ると1対1.618になるんですねでこれをですね黄金比と呼んでいますこの黄金比がですね自然の中で多く見られるということをフィボナッチが発見するんですね例えば巻貝の形であるとか波の曲線であるとか木のですね枝の伸び方なんかもこれもですね1対1.618になるということが分かっているわけです さあこれをですね、まあ、面積として表すとこんな感じですね。1の面積のものと1の面積のものを合わせて2、2と1の面積を合わせて3、3と2合わせて5、5と3を合わせて8という形でこうやってですね、螺旋ができていくわけですね。この螺旋をずっと続けていくと例えば波の形であったり、星雲であったり、巻、ま、き、あ、貝の形になるわけです。こんな形ですね。の、まあの種もこの、えー 黄金比で出来上がってていいると言われていますこの黄金比の形を左右と上下レイヤーで合わせてみましたつまり黄金比率シートというものを作ってみました短辺が1長辺が1.618になりますその中でレイヤーを合わせてみるとこの場所がですねこの線が置かれている場所が非常に重要なポイントになるというわけなんですね。 もう一つこの長方形の対角線を引いてもう一方のですね隅からですね直角三角形になるように線を引くと4つの交点が生まれますこれをですねパワーポイントと呼んでたりするんですけどもこの力点のところが重要な点になりますこれに先ほどの黄金分割シートを合わせると、はい、こんな感じ 重要な点がですね、ここにあるのがわかると思います。さあ、この黄金分割シートをモナリザに合わせてみます。実はこの黄金比率をですね、絵画の中に、構図の中に持ち込んだのがダ・ヴィンチ。それまでですね、ミロのピーナスのように黄金比率が使われているものもあるんですけども、まあ、理論体系化したのはダ・ヴィンチだと言われています。これは1500年のイタリアの画家になるわけなんですけども、 さあこの目の位置であったり手の場所であったり頭の場所がですねこの黄金分割シートの中にきちんと収まっているのがわかると思いますそしてラファエロですラファエロのこれ聖母子像になりますマリアそして左側がイエス右側がですね洗礼者のヨハネになるんですがこれにも合わせてみます、はい、そうすると上側の楕円のですね縁取りというものも この黄金分割シートに合致するし四つの交点の中にこの二つがですね絵画の中で重要なポイントになっているのがわかると思いますこのラファエロはですねダ・ヴィンチと同世代のフィレンツェの画家でありダ・ヴィンチからですねこの黄金分割を教えてもらったと言われていますこれは日本画で最も世界的に有名な神奈川沖浪浦これ北斎の浮世絵になりますけれども これれれも黄金分割が使わわてていると言われていますこれはですね多くの黄金分割の配置がここの中に存在するんですけども黄金分割シートを合わせてみてもその中で重要な波の位置であるとか船の位置であるとかこれがですね重要なポイントに置かれているのがわかると思います。北斎ははですね日本人の画家としてて、まあ、初めて黄金分割を 絵の中に持ち込んだ人と言われていてこれはオランダ商人によってこの黄金分割を知っていたそうですさあ、これ写真ですけどもこれアンリカルチェ・プレッソンの初期の作品になりますこのジャンプした男性がですねピタッとこう止まっているように見えると思います動きがある被写台であるにもかかわらず静止しているように見えるのはこれにもですね黄金分割をシート引いてみると見事にその線の中に収まっているのが わかると思いますそして左上のですねこの看板これはジャンプしている男性と対照形を成しているこの重要な看板がこの重要なパワーポイントのところに来ている実はこの写真なんですけども撮られたものそのものではなくてトリミングされていますブレッソンがやったのではなくておそらくプリンターのピエール・ガスマンがやったものだと思われるんですけども この水の波紋であるとかフェンスの位置であるとかこれ重要な点がですね全てこの黄金分割シートの線と合致しているのがわかると思います。さあこれはですね東京オリンピックのポスターになるんですけどもこのポスター1対1.618で作られていて、はい、これも合わせてみると、まあ、重要なラインがですねこの中にきちんと収まっているのがわかると思います。 防具の表紙もですね、この黄金分割シートを合わせてみたところ大事であったり目の位置であったり見出しの位置であったりというのがきちんとこの線の中の線上にですね置かれているのがわかると思いますさあこれあのハービングペンのスティルライフなんですけどもここに、えー、スパイスがありますこのスパイスがないと右上に重心が持っていかれるんですけども このスパイスによってバランスを作っているんです。さあ、これにも当ててみると、はい、このスパイスが重要なライン上にあるのがわかるし、レモンの位置とかスプーンの位置が、まあ、これ以上でもこれ以下でもないと、ここでしかないという場所に置かれているのがわかると思います。さあ、このアップルのロゴマークも、1、2、3、5、8、13の黄金比率でできているのがわかると思います。 実はピラミッドもそうで、底辺とまその垂直面、これが1対1.618でできていると言われています。まこういった具合にですね、黄金比率というのはまあいろんなところに使われるんですけども、自然の中で使われているものなので、人間が見たときに調和が取れているように見えるというのが特徴です。なのでこの黄金分割を使った構図というのは、 動きが少なくて調和がとれたもの逆にそれを外すことによって動きを出すこともできるわけですね、まあ、今日はですね、まあ、黄金分割を使ったま構図のお話をしてみました、まあ、これはね絶対的に黄金分割が正しいというよりも調和がとれたものを作りたいと思った時は非常に有効な手段であるとそれを最初に理論体系化したのがダビンチだと言われていますこれからもですね、まあ、この写真の構図についていろいろお話をしていきたいと思います 今日もお付き合いいただきましてありがとうございましたそれではまた